皆さん、こんにちは。女優として多くの作品に出演をされていた加奈亜希子さん。そんな加奈亜希子さんですが、以前にある病気にかかり重篤な状態となっていました。一時期は植物人間と判断された加奈亜希子さんは、一体現在はどうされているのでしょうか。また、加奈亜希子さんは過去に多額の借金に追われたことがありました。今回は加奈亜希子さんの衝撃的な病状や多額の借金の真相についてご紹介していきます。まずはカナさんのプロフィールを紹介します。名前カナアキコ、本名関田優子、生年月日1956年3月8日、出身地東京都八王子市、血液型 O 型、身長158センチメートル、事務所オフィス PSC、 短大在学中にミス水湖伝コンテストに出場したことがきっかけで芸能界入りした加奈亜希子さんは、1974年の映画ボロの旗で女優デビューしました。そんな加奈亜希子さんは当初は大関優子という芸名で活動していました。整った顔立ちと漂う色気、大胆な脱ぎっぷりで瞬く間に人気女優になりました。それから6年後の映画ザ・ウーマン出演時に芸名を加奈亜希子に変更。その後も魔界転生や鬼龍院花子の生涯、金曜日の妻たちへなど多くの話題作に出演。特に2時間ドラマには欠かすことができない存在として知られていました。デビュー以来女優業が順調な加奈亜希子さんですが、その一方で私生活は波乱万丈。1990年にカックラキン大放送や笑ってる場合ですよスター誕生などの人気番組を手掛けた放送作家の源隆さんと結婚。お二人は結婚を発表する前から同棲していたそうですが、当時の源隆さんは既婚者。そのため源隆さんの離婚が成立するのを待ってから入籍されました。そして結婚を公にしたのはそれから1年半後のことでした。きっと源隆さんの前妻を気にかけて結婚発表を遅らせたのでしょう。結婚を公表したことで加奈亜希子さんはようやく幸せな夫婦生活を送れると思ったはず。ところが源隆さんが経営する会社が2200万円の番組を制作した際、つかまされた手形が不渡りになり、映画につぎ込んだ2700万円が回収不能に、結局合計4900万円の損害が発生してしまいました。当初は銀行からの借り入れで穴埋めする予定でしたが、時期が最悪だったのです。1990年はバブル崩壊の引き金となった。総量規制が行われた年、本来銀行から入るはずだった5000万円の融資は伸び伸びになる。そこで源隆さんは知人の援助を受けたのですが、利息が1ヶ月1割という高利で、負債はあっという間に4億円にまで膨れ上がってしまいました。その上同時期に加奈亜希子さんも所属事務所とトラブルが起き、契約解除になってしまいました。それからの夫婦の生活はひたすら失踪倹約となりました。4台あったベンツは売り払い、源隆さんは仕事先へ電車通勤、加奈亜希子さんも服を一着も買わない生活を続けました。自宅マンションの電話やガスを止められたこともあったといいます。1994年には返済の足しにと、加奈亜希子さんはヘアヌード写真集も出版しました。540万円の収入があった月でも借金返済に充てる金額を除くと手元には7万円しか残らなかったこともあったそうです。とても一流女優の暮らしぶりとは思えませんよね。またもっとも源隆さんと結婚する前は家賃4万5千円の木造アパートに住むなど、加奈亜希子さんは小さい方に金銭感覚がずれていたと言います。さらに源隆さんも今回のお金絡みのいじめられ方なんて、若い頃された放送作家いじめに比べればなんてことないですよと生活を続け、借金問題が明らかになった時には
すでに借金は残り1億円まで減っていました。加奈明子さんは周囲から離婚を勧められたこともあったと言いますが、これは事故だと思っているんです。夫が事故に巻き込まれたからといってそこから逃げ出すくらいなら初めから結婚なんかしなければいいとコメントしていました。加奈明子さんは完済が見えてきた時点で借金問題について綱渡りで地球に帰還したアポロ13号に例えて大気圏の突入角度が問題だぞと語っていました。加奈明子さんがまさに体を張って借金返済に奔走したおかげで4億円という多額の借金は無事に完済したそうです。これで加奈明子さんは穏やかな生活ができると思いきや、2005年に重度のネフローゼ症候群であることが発覚。2005年4月加奈明子さんは指がむくんで指輪が抜けなくなり、その日の午後には太ももがパンパンになったそうですが、そのまま旅行へ出かけたそうです。旅行から帰ってきてから知り合いの医者に見てもらうとネフローゼ症候群の疑いがあると診断されました。ネフローゼ症候群とは腎臓障害により体内のタンパク質が尿に流れ出て尿とともに体外に排出され、血中のタンパク質が減少する病気です。むくみ、胸水、排水などの症状があり、全国で2万8000人がネフローゼ症候群を発症しています。加奈明子さんは入院しましたが、体に水分がたまり47kgだった体重は数日間で61kg にまで増加してしまいました。肺の半分が水に浸かり、主治医は源隆さんに危ないかもしれないと告知しており、かなり危険な状態だったようです。ステロイド治療を始めると1日に 1.5kg ずつくらい体重が減り始め、1週間ほどで 45kg にまで体重が減りました。しかし加奈明子さんはやがて立つことも困難な状態になり、ステロイドの副作用で一過性の糖尿病や高血圧になってしまいました。その後は退院して自宅療養をしていた。ネフローゼ症候群は塩分やタンパク質などを制限する食事療法が大事で、全ての料理に手間がかかる上、旦那様の料理は別に作らなければならないので一日中台所にいるような状態だったそうです。加奈明子さんは気力も体力もなくなった上、薬の副作用で顔がまん丸になるムーンフェイスになり、外にも出られる状態ではなくなったので女優から引退することを決意したといいます。しかし加奈明子さんはいつか女優復帰することを目標に闘病生活を送り、ようやく2009年8月に投薬も終了。2009年12月に朗読劇「小屋聖」で舞台復帰を果たしましたが、2013年に加奈明子さんは自宅で倒れてしまいました。そんな加奈明子さんを襲ったのはくも膜下出血。医師の判断は重度5で植物人間、脳死宣告を受けたといいます。一時期は呼吸器がないと自分で息もできない状態になっていたそうです。話すことも動くことも息もすることもできなかった加奈明子さん。そんな加奈明子さんを支えたのは旦那様の源隆さんでした。毎日本当に辛かったと話している源隆さんですが、懸命にマッサージを続けて体が固まらないように努めていたそうです。そしてその努力の成果もあり、2016年には身体が少しだけ動くように、さらに2019年には流動食を飲み込めるようになるなど回復の兆しが出てきたと回答されています。この他にも加奈明子さんは源隆さんが声をかけたら反応できるまで機能が回復されたそうです。また2020年10月からのリハビリでは会話の練習もスタート。それまではうなり声が出せる状態だったのですが、回復のスピード的に会話ができるようになると医師に言われたのだとか。加奈明子さんは海の近くで生活をしたいという願望があったようです。そのためその夢を叶えるために熱海に自宅を持っていたというお二人、そういった経緯もあるため源隆さんとしては昔一緒に過ごした熱海で余生を暮らしたいと考えているんだとか。現在も闘病中の加奈明子さんですが、どちらの病院に入院をされているのでしょうか。こちらに関しては
2015年に放送された番組で明らかになっています。現在熱川温泉病院にいるカナは魔界転生で有名になり、数々の作品に出演した女優、このように紹介されていたことから、カナ・アキコさんは熱川温泉病院に入院されているようです。現在もカナ・アキコさんはこちらの病院でリハビリをしながら生活をされているのでしょう。いかがでしたか。カナ・アキコさんは旦那様の源隆さんの支えによってどんどん回復されているようです。今後は話もできるようになるくらいに回復されると言われていますし、退院後は熱海で一緒に楽しく暮らしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。